ヒデチャンネルヒデです。今日はね、このずっと追っかけてきた、あと2ヶ月でね、11年になるんですけども、この MF バッテリーですね。これのね、ちょっと追跡を行ってみたいなと思います。ちょっと振り返るとね、このバイク用全自動パルス充電器 MP200 で、丸4ヶ月間繋いでトリクルパルスをかけてきました。まあ、結果ね、内部抵抗で言うと39ミリオーム付近から31ミリオームぐらいまでね、減ってきて、2割ほど改善は見られたんですね。で、先ほどエンジンかけてみて、まあ十分まだまだ使えるなっていう感じです。ただね、なんでこう31ミリでさちったんかなっていうので、まあちょっとその好奇心の方がちょっと強くてね、まあもうこれはダメ元で、今日は一歩踏み込んだね、策を取りたいと思います。それがね、保水です。これですね。もちろんね、これ MF バッテリーなんで、ね、Do not open、開けんなって書いてますし、いかなる場合も蓋や密封栓を絶対に外さないこと、ね、保水不要なシールドタイプですと書いてあります。こういうバッテリーにちょっと保水してみたらどうなるだろう。まあそれがね、非常に知りたくて、ちょっとね、ダメ元でやってみたいと思います。非常に危険ですので自己責任の上、ね、保護メガネ等を使ってやった方がいいと思われます。2ヶ月半ぶりですけど、かけてみましょうね。普通にかかるんですよ。はい、じゃあね、久しぶりかけてみましょうね。チョークを上げてスタート。ちょっと怪しきね。最初ちょっと怪しかったけど、まあ、でもね、かかるんですね。こうやってね、もうすぐ11年ものですけども、まあ、ちゃんとね、このゲンチャリだと使えてるんですね。まあ、多分交流仕様だからかなと思ってます。点火カットしてセルの周りだけ見てみましょうね。うん、こんな感じですね。バラす前にね、ちょっと外観よく見ておきたいと思いますけども、やはりね、ガス抜きの穴とかはありませんね。はい。で、端子付近、まあ、特にこの金属と樹脂の間から、なんていうんですかね、隙間ができてガスが漏れて腐食するようなことがあるらしいんですけど、そういう形跡もね、見られなくて、まあ、至って外観は普通ですね。じゃあね、ちょっと開けて見てみましょう。僕もね、これ開けたことないんで、全くわからないんですけど、よーく見るとね、ここにね、1,2,3,4,5,6 と丸い形状がうっすら見えてて、6つのセルがぼんやり見えますね。この楕円形のものが蓋になってるみたいですね。それ以外はもう一体ものの樹脂で開けれるようなところがありません。あとここに何か部屋があるみたいですね。まあ、ここはもう開けないでおくかな。はい、じゃあね、ちょっと精密ドライバー突っ込んでみてどうなるか。いいよ。お、なんか行くけど。ん？あ、1個目開きましたね。わあ、結局最後手で取っちゃった。最初できるかな。不安ですね。はい、こんな風になってますね。うわ、中全然見えん。どうなっとんこれ。中ね、ちょっと覗いてみたら、この真ん中の小さい穴だけしか中が見えないかと思ったら、その横から中が見えますね。多分電極っぽいものの間に白い、なんだろうな、あれ、スポンジ状みたいなものが入ってて、多分それに電解液が含まれてるんでしょうね。壁面が動く様子っていうのは一切ありません。まあ、こういう構造になってるんですね。これね、当然アッパーレベルとかないんで、何本入れればいいかさっぱりわかんないんですけど、まあちょっと勘で入れてみましょう。いろいろね、ネットで見てたら、この YTX5L っていうのに対してね、1セルあたり 5cc ぐらい入れた記事が見つかりました。まあそれ結局ダメだったみたいですけども、まあ多分、これのもそうかな。保水と充電する前のデータがどうなってるか。ちょっとね、見ておきましょう。スタート。うん。今ね、気温 28.5 度あるんですけど、30.54 ミリオーム。
25度換算すれば多分31ミリオームぐらいですね。ちょうどサチって動かなくなったポイントですね。はい、CCA も91ありますね。まあ、この内部抵抗がどう変わるか、これがね非常に気になるところですね。いきなり1セルあたり 5cc も入れるのなんなんで、 3cc ぐらい入れてみて、またデータ測りながらねやってみたいと思います。でこれこの前燃料添加剤でね、これは必要やと思って 5cc のこのスポイトを買いました。でね、よく見るとね、これ株式会社 AZ ね、この最近使い始めたこの AZ さんのものみたいですね。いろいろやってるんだな。これはね、単純な精製水ですね。それをちょっと別の容器に入れて、まず 3cc だけ。はい、これをね、入れてみましょう。結構いい気がするけど。どうだろう。よいしょ。今 1cc ぐらい入れたな。液面が動くか。あ、いや、もう吸収されましたね。今 1cc ぐらい入れたんで、もう 1cc ぐらい。はい、今 2cc 入れました。液面の動く気配は、ちょっとあるかな。じゃあ、あと 1cc 入れてみましょう。はい、これでね 3cc 入りましたね。なんかね、やっぱり吸収されて液面が動く気配っていうか、液面自体は見えないですね。はい、じゃあね、これを繰り返していきます。はい、カプセルね 3cc 入れました。液面は動かないんですけど、ちょっと湿っぽい感じに、こう白いスポンジみたいなところがなりましたね。少し何か液っぽいのが奥で動いてる感じが見えますね。このままね、またデータ測ってみましょうかね。カプセル 3cc 保水後、データいってみましょう。 GO！ おー、すげえ、26.30。 めっちゃ減ったやん。すげえ、電圧減ってきてるからきついはずなのにな。なんとね、一気に5ミリオームぐらい減りましたね。あー、やっぱ水やったんかな。 CCA が、うわ、104.4、 全然ちゃうかな。ちょっと念のためもう一回見ときますかね。やっぱそうですね、26.33 ミリオーム、すごいな。 3cc 加えると一気に5ミリオーム減りましたね。すげえ。まあね、密閉式なんでね、水分はどこからも逃げれないはずなんですけど、まあでも冷静に考えると、まあ劣化の原因っていうのはね、水分がなくなる、もしくはサルフェーションで、水分がなくなりすぎると、水素爆発ということになります。ただね、この場合 MF の場合はね、液で存在してなくて、液をなんかこうスポンジ状のなんか白い物体に吸わせているような状態なんで、まあ、それでね、あの電極が空気中に露出しないと、水分から露出しないっていう理屈なのかな。カプセルにね 3cc ずつ保水したら、まあ、かなりデータ回復したんで、まあ、あのネットで出てたカプセル 5cc ずつっていうのにちょっと調整してみたいと思います。まあ、ただね、もうちょっとウェッティーな感じはしてきてますね。液面は見えないんですけど、ちょっとテカってるような感じです。また 1cc ずつぐらいいってみようかな。なんかね、やっぱね、すぐ下のスポンジみたいな白いのに吸われて見えないんですよね。はい、ロクセル入りました。なんか少し動いてんな。1セル 5cc は多いっぽいですね。まあね、ちょっと見づらいんですけど、白いスポンジ状の表面までかなりテカリ出して、少しゆらゆらする感じがします。
ポンジ状が浸ってるというよりは、もうちょうど表面が水面みたいな感じですね。あ、プラス極だけちょっと足んないかな。プラス極だけ 5cc にして、あとは 4cc プラにしときましょうね。やっぱ MF でもプラス極が減るのかな。うん、こんな感じですね。カプセル 4cc と、あとこのプラス極だけ 5cc 補水した後のデータ見てみましょうね。スタート。あー、なるほど、あんま変わらんね。 26.43、 103.3。 あー、さっきの 3cc 補水後よりちょっと値が落ちたけど、まあほぼ一緒ってとこでしょうね。ってことはね、まあ補水前は31ミリオームだったんですけども、3cc 補水することで26ミリオーム台にいきなり動きました。で、4cc と 5cc にちょっと足して調整した後、この内部抵抗があんまり変わらないってことは、3cc 足した時点で容量に対する水の量が十分になったんでしょうね。4から 5cc に上げてった時には、まあそれはちょっと余分な水だったのかなっていう感じはしますね。まあでも、すごいな。補水しただけで、内部抵抗5ミリオームも下がるということなんで、26ミリオーム台って言ったら多分ね、このバッテリー新品を数年使った後ぐらいなもんです。まあこれもうすぐ11年目なんでね。じゃあね、今日から明日にかけてちょっと一晩これ充電してみてね、どうなるかっていうのをね、また見てみたいと思います。この MP220 の方をつなぎました。蓋を開けた状態で一晩充電したいと思います。じゃあね、電源入れていきましょう。はい、来ましたね。12.7V になってますね。はい、じゃあね、バッテリー選択。スタンダードですね。パルスをしてみましょう。はい、行っちゃってくれ、パルス、ゴー！はい、動き出しました。まあ、パルス充電ってね、電圧とか電流そんなに高くなくて、まあ、1000Hz の電流の波を、だいたいコンマ8アンペアぐらいだったですよね、確か。をかけ続けるみたいです。まあ1時間か。で、あとは通常充電に戻ります。で、通常充電の時は電圧上がっていくんで、その時多分気泡がポコポコ出るんじゃないかなと思ってます。まあその辺をね、監視しながら行ってみましょう。ぜひチャンネル登録いただいてお見逃しなく。ご視聴ありがとうございました。